14回目、はい、エンジンを使った曲がる第2回です、うん、楽しみ、はい、で、はい、エンジンを使うということはつまり加速をするということですね、はい、で加速をするということは琴美さんね、はい、オートバイって加速をすると、はい、リアは沈みますか？沈みます。ほとんどの人が加速をすると、はい、オートバイはリアがグーってそれは加速 G もあるし全部が後ろへ来るから、うん、後ろは沈むって、うんみんな思ってる。それは違いますレースじゃないけど、うん、カーブをこうやってバンクしてるオートバイが当然途中でみんなね、うん、ブラックマークつけるぐらい加速しますよね、はい、レースなんかね。そこで後ろが沈むということはつまり車体側に縮むってことになるから、うん、地面からタイヤが離れてしまう。だ転んじゃいますよね。そうということはそういうふうにならないようにしゃがむ、うんうん、はい、縮むスクワット、そうスクワットスクワット、ね、でそのね、沈まないしゃがまないようにするというアンチスクワットというのが、うん、この車体の構造の中に入ってるんです。アクセルを開けると、はい、リアタイヤが地面に対して突っ張るようになってる。あ、そうなんですか。そうでそれを感じて乗れば、はい、あ、今私はトラクションで安定してるんだって分かる、うん、じゃあ今日それを体験できる、はい、ちょっと期待大です、はいはい、琴美さんね、はい、あのエンジンのドライブスプロケットチェーン回してるの今、うんうん、この辺にあるんですね。でスイングアーム、このスイングアームが当然サスペンションでこうやって動くんだけど、はい、その動く中心軸はここにあります、はい、ここ中心にこれがこういうふうに扇形に上下する動いている。でこの軸がとっても上の方にあるから、はい、皆さんのオートバイどれも見るとそうなんですけど、ここにスライダーといって、うん、プラスチックのパーツがついてます。長いパーツがついてる、もしくはゴムがついてます、はい、つまりチェーンがスイングアームにぶつかってるわけですよ。あ、よくそうよく見ると分かるけど、これ実は一旦ここで持ち上がってるのね、うん、あ、確かに上がってます、ね、そう、まっすぐじゃないんですよ。本当だ、本当だ、ね、本当はね、まっすぐの方がいいだろうに、うん、だけどこのピボットがもし下にあると、うん、これは力が加わった時に当然引っ張ってるから、うん、ね、中へ入ろうとするので、うん、リアサスは縮んじゃう。なんでこれを上に上げることによってこの三角形になってるから、はい、ね、距離は下のが近い、うんうん、なのでエンジンの力がグーッと引っ張ると近い方に行こうとするので、はい、縮まずに伸びる方に行く、うん、で地面を押し付けてるんですね、はい、というのがアンチスクワット、うん、これがアンチスクワットですね。そう、この作りが、そう、この後そう実践いやすごい楽しみ。何をするかというとギアをローに入れます、はい、で前のブレーキを握ったまま、はい、エンストするから、うん、してもいいんで、はい、じゃあクラッチ少し離す、はいはい、こうか、もうちょっと、もうちょっと、こうでしたっけ、もうちょっと、まあ大丈夫大丈夫、いい、ほらもうちょっと、はい、はい、また離す、はい、元に戻して、はい、またやるよ、せーの、はい、元に戻して、おう、キュッてなりますね、後ろが上がってる、うんうん、ほら、はい、ね、というのをまずはこれでいいから、はい、はい、切って、今度はじゃあ左足をステップ乗っけてください。左をステップ、はい、乗っけてで自分の体重をもっとシートに乗っけて、しっかり、そう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 、ね、ちょっとクッションするぐらい乗っけて、うん、でまた同じことやってみよう、はいはい、ほら分かった、はい、切って、はい、ボトムです、はい、ほら、うん、上がってますね、上がって上がってる、すごいね、うん、ね、でね、体重をちゃんと乗っけて体の、まあ、背中も含めて、そういう状態で、それで力を抜いて、うん、やればやるほど、はい、やって、ほら感じ方が全然、ね、感じ方違うでしょ、うん、すごいね、はい、力抜いてシートにたっぷり体重かけて、あ、うん、全然 OKOK、 すごい上がるの分かりますね、はい、うーん、よかったですね、はい、はい、これだからアンチスクワットは今、うん、そういう形だからなってる、これ前止めてるから、はい、相対的に後ろがこうな、逃げ場がないからなってるんで、うんうん、なんだけど、まあちょっとね、感覚的に覚えるためにやってもらってます、はい。
加速をすると、お尻に、リアが踏ん張ってるというのが感じられるようになった、はい、キュッとなる感覚、ギュッっていうのがね、であれがだからそのお尻だったりとか太ももだったりが感じるようになってくると、あれを頼りに開けるようになってくるんで、じゃあちょっときっかけみたいな感じ、そう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 、なのででまあ一つ明確なのが、オートバイは加速をするとリアは沈まないっていうのが ねもう一つ、まあ、大事なことは、はい、ああいうことをやってる時に体がオートバイにこう身を任せてないと分かんないでしょ。そうなんですよ、力入っちゃうとね、力入っちゃうとちょっと感覚がね分かんないですよね、でこれはまあ今までのリーンとかいろんな動作の時全部言ってきたけど、はい、それにいかに体は常に力を入れずに、でもその体幹重心位置をどこに置いとくかで、ね、さっきも途中で曲がるのもやってましたけど、はい、そういうところでのその、体の移動だったりとか姿勢体勢の変化というのを力を入れずにやらないといけないのね。そうですね、なんかやっぱカーブのところとかも力入れないと本当にバイクが自然とこう曲がってくれる、ね、本来ねそうできてるんでね、なので、まあ、これからあなたが今掴んだ、そこを実はもっとエンジンの力を使うというやり方があるので、これからやっていくと曲がるのがもっと面白くなるので、はい、楽しみにしてます。はい、楽しみにしましょう。はい。